年3月から6月まで放送されたマジカルクリエイターズを足がかりに売れてやると意気込んでいたオズワルドがここ最近実際にブレイクし始めていることから番組 MC のマジラブが仲間たちを集めてオズワルドの株を下げようと奮起したこのイベント、これ以上忙しくなっても困るというオズワルド畑中もマジラブサイドにつき一緒になって伊藤の足を引っ張った。その方法はママタルト、ダイヤモンド、真空ジェシカがそれぞれ擬人化アイドルとそのマネージャーに扮して出演する架空のアイドル番組を伊藤に進行させるというもの。そこで繰り広げられるであろう地獄の絡みを公にして伊藤の MC 力が低いことを業界全体にアピールする算段だ。影の MC に回ったマジラブ村上は誰もがコメントに窮する場面で、さあいかがでしょう伊藤さんと話を振ってじわじわと伊藤にプレッシャーをかける。本番を迎えるまで何も知らされず当然のように困惑している伊藤の様子を確認すると、お、早くも伊藤さんのできなさがあらわになってきましたと小気味よく実況した。野田クリスタルは擬人化の始祖ゴール様として、また畑中はゴール様を支えることが生きがいのファイとして登場。野田ではないとは言い切れないというゴール様に続いて、ファイも、私のことを弱いという人も、強いという人もいる。私が何をする人かというのも見る人によって全然違う答えが返してくるなどと自身の存在について要領を得ない発言を繰り返し、伊藤は事実上4文字くらいしか喋ってないと呆れ顔でツッコミを入れた。これがスタッフたちの笑いを誘うが、すかさず村上はさすがですねから伊藤さん、うまい、なんとか乗り切りましたねと意地悪な感想を述べて伊藤を追い詰めていく。伊藤は擬人化アイドルたちの暴走より一番嫌なの村上さんかもしれないと不安を募らせた。負けの擬人化アイドルを金星負ける、毛の擬人化アイドル神黒石萌え、間違い探しを擬人化した間違えまくりまクリスティの3人がクイズ作家の矢野良平氏が考案した2021年の時事ネタクイズや、ビップスモールにまつわるクイズ、お色気企画などに挑戦する。企画に入る前には、チンコ見せて、見るのと見せるのどっちがいい?というヤジが飛び、なぜか伊藤が擬人化アイドルたちの下半身をチェックしていくことに。スタッフの方に目をやった伊藤は、カンペあるってことは、チンコ見る流れがあったってこと。と段取り通りの展開だったことにショックを隠せない。ここまでの30分で20ページの台本のうち2ページしか消化できておらず、ゴール様も、え、一部、二部で分かれてる?と驚いた。ゴール様とファイも含めて5人分、しっかりチェックした伊藤。その目で見たものを豊かなボキャブラリーを使って表現してみせ、視聴者の想像力をかきたてた。ようやくスタートしたクイズは大喜利大会の様相に、萌え、毛羽自身の特徴にちなんだ回答を出し始めると急激にクオリティを落とし、間違えまくりまクリスティのマネージャーの額は彼女が間違いではなくボケをかますと、アイドルが自分からボケんな、と人が変わったように怒り狂う。一方、大金星負けるはルールを無視してはいるものの、ほがらかに回答を続けた。ビップスモールンのチロ、グリ、ゴンの3人をステージ上に呼び込み、彼らの普段とは異なる点を探し当てる、違和感はどこだ。ビップスモールンチャンスには全員が大苦戦。伊藤だけがワンサイズ小さいゴンの正体が、ゴン、有村コン、であることに気がつき、こんなことのためだけに呼ばれてんの、と衝撃が走る。ヒントが欲しい一同は、ビップスモールンの、なりたいな、をそれぞれにリクエストし、いつもとの違いを見極めることに。やりたいな、のパターンも追加で要求されたコンは、伊藤の、言っちゃダメだ、という制止も聞かずに、クイズのお題としての役割を全うしてみせた。NG なしの覚悟で来たというコンは、好きな楽器は?血液型は?上半期一番おすすめの映画は?最近いつしこりました?といった質問にも真摯に回答。不屈の精神を見せるコンに、伊藤は、これに出たら、これに出られるだけですよと、まじくり、
配信をきっかけに仕事が増えることはないと忠告した。カバンの中身チェックというアイドルらしいコーナーでは、とある窃盗事件の発生。スートが青木扮するかの有名な刑事が犯人との心理戦を展開した末、ゴール様の化けの皮が剥がされて、最後はファイコと畑中が新曲、雲の切れ間のようにを歌唱。すると、スートが青木が今度は昭和の歌姫と呼ばれた国民的歌手になりきって、耳馴染みありそうでないメロディーが不快感を誘う、雲の切れ間のようにを畑中と一緒に歌い上げる。そのまま大団円を迎えると、伊藤派、これで終わるの、と信じがたい光景を目の当たりにしながら配信を終えた。この公演は9月19日、日曜日、23時59分まで見逃し、配信中。チケットは FANY オンラインチケットで、同日12時まで販売されている。一筋縄では、いかない状況で、孤軍奮闘する伊藤の姿や、随所に用意されているドキッとする仕掛け、そして事の顛末を確認してみては、